子供時代の、ヨハンフリードリヒヨハンフリードリヒフォンブランデンブルク、アンスバッハは、フランケン地方アンスバッハ公領の偏教迫。ブランデンブルクアンスバッハ偏教迫アルブレヒトと、その2番目の妻ゾフィー・マルガレーテフォン、エッティンゲン・エッティンゲンの長男。1667年の父の死を受けて、医療を相続した時はまだ成人しておらず、最初は、 摂政の貢献下で統治を行った。1672年に成人して後、自らブランデンブルクアンスバッハ編教博領の統治を行った。1673年にバーデンドゥルラ派編教博、フリードリヒロクセイの娘ヨハンナエリーザベト・フォンバーデンドゥルラ派と結婚、5人の子を設けた。1681年に、 ザクセンアイゼナハ公ヨハンゲオルク一世の娘、エレオノーレと、再婚、三人の子を設けた。ありがとうございます。